迷宮会古田理事長、大谷の入会資格は1000安打100勝したら検討したい。試案として、1000本100勝とかなったら、もちろん検討しちゃいけないなと思っていますし、僕はふさわしいと思っていますんで。理事からの推薦があって、それをみんなで測って、75% 以上の会員が OK すればというところなので、以下大谷は迷宮会ごときに収まる器じゃない系のレス。入らないやろ、絶対興味なさそうだもん。古田もアホらしいこと言ってるのは100も承知やろ。日本に戻ってこないしいいんじゃね、そういうのは。大谷は迷宮会ごときに収まる器じゃねえよ、なんで上から目線やねん。アメリカで殿堂入りするだろ。むしろメジャーの殿堂入りは喜ぶが迷宮会は断ってほしい。上原はしれっと入れたのにな。そもそも迷宮会に何の価値もないしな。大谷くんまあ合格やで、わら。迷宮会に改名したらどうだ。迷宮会のじいさんたち、大谷帝国ドジャース見学に来る？1800安打90勝くらいでみんなを困らせてほしい。入ってくださいってお願いする立場やろ。迷宮会より大谷の名前の方が価値ある。迷宮会には価値がないという風潮、なぜなのか。もうとっくに両方達成してるかと思ってたわ。こいつら相変わらずだな。年功序列がきちいわ。いやまあ聞かれたらこう答えとくしかないやろ。基準がある分野球殿堂よりはマシだからセーフ。入会資格メジャータイトルにしようぜ。別に今心配せんでもええやろ。大谷の成績だって今後どうなるかわからんし。ご視聴ありがとうございました。